さあ、こちらにね、群雄割拠状態の国々がありまして、このね、強化ゾンビをちょっと放ってみようかなと。かなり強力なんで、ちょっとね、ちょいプッシュだけで落ちるんじゃないかな。この強化ゾンビの限界を探ってみようかなというところで、真ん中どう？僻地から行こうかな。この辺からちょっとね、少なめにかけよう。この辺、3人で行ってみます。スピードはちょっと落とすかな。これね、こんな感じ、ちょっと強くなって、体力も700あったりするんで、超強いんですけど、これ、こういう防御もある場合、どれくらいいけるかなと。終わりか？終わりっぽいかな。前はね、そんな防御力高くない状態だったんだりでしたけど。どれくらいがよろしい？じゃあ。あ、ちょ、軍にかけちゃったけど、まあいいか。さあ、指数関数的状況に持っていかないといけないと。そうなったらもうおしまいだと思うんで、もうこれもいいよね。いらないでしょ。これいきます。でね、ちなみにね、まず今 0.13.2 で、その、シームワークショップが 0.13 できてるんで、そっからもう2回更新があってね、このパワーボックスだったり、この NCMS っていうのがね、毎回毎回更新がいるんで、その辺がちょっと大変かなというとこありますね。ただすぐね、対応してくれるんでね、まあこのモッドたちが、今現状使えなくなることはないんで、その辺は嬉しいかな。ただこれゾンビモッドとかね、過去モッドの中でね、使えなくなっていくのは絶対出てくるんで、その辺ちょっと惜しいね。まあ更新が多いとその分だけ、まあ手間が増えちゃうかなと。まあ、シームは自動更新なんでね、前のバージョンのようにね、その固定ができないんでね、モッドごとに保存するみたいな、それはできないんですよね。さ、超強い。もう入ったわ、これ。フェーズ。まあでもここ1000、ここ合わせたら2000人くらいいるんで、戦うかわかんないですけど、ちょっとまあ、様子見よう。まだね、その、僻地が1個落ちただけですから、ね。まあ、コロナで言えば、まあ武漢から始まったくらいですよ、まだ。の息は出ちゃうかな。まだ世界には広がっていないと。さあ、こっち来るかな。あ、来てます。さあ、燃やしてね、ゾンビに対抗していますが、こう指数関数ルート入りましたね。え、もうその、あ、え、さっき1000人ぐらいいたよね。もう終わりに向かってるよと。早い。これやっぱ強すぎるな。ちょっと待って、平和的モーサーつけます。緊急解散、緊急解散。外交切ります。ゾンビウイルスはあるからやられちゃうと思うけど、どうしよう。どうしよう作戦会議ね。ゾンビに対抗するためには、と。こんなとこもやられちゃってる感じ？まさにここまで来てまして、なんか沼地とかね、こういうとこは、なんか悪魔がいるよ。あ、終わったわ。悪魔とゾンビがいるわ。持つ環境がないですね。じゃあ、再戦か。自国の再戦だね。あ、でも、沼地いい感じに効いてて、これ、進行妨げてます。もしかしたら、ここは生き延びるかもしれない。誘導はしないと。誘導しないでいきますね、もちろんね。
地形で生き延びていこうよと。こういうとこ、死のバイオームってあるんですけど、ゾンビとかに効かないんで、対ゾンビ向けバイオームってのがどうなのかなというところですよね。つまりゾンビから守るためになんか敵を利用するみたいな、ちょっとやってみる。ゾンビ対サイバーコア的な。この辺の終わったところに置くべんでいいでしょ。死なんかな死なない気がするね。ここ今、あーやばい、フェーズ入っちゃってるかもしんない。3機置きます。さあ超対決、ゾンビを倒せるのか勝てー。あ、入っちゃった、終わった。こう入られたら終わりだね。もう、エルフゾンビ青色がだいぶ増えてるんで滅亡フェーズかなと。ゾンビに硬すぎるんで、これは全然食らってないですね。もっと置いてみるか、なんか抑止力はないのかなと。ここら辺にいて、この中をね、守れたらいいんだけど、今更遅いかな。もうこれくらい置かないとさ、きついんじゃない？一体も死なないもんね。これくらい、よし、これくらいだ、これくらい。過剰くらいがちょうどいいと。強化ゾミバイアススサイバーコア、じゃあこれ追ってみようか。まあ、一応撃たれて動けないっていう展開でやるよと。あ、死んだ、なんとか死んだね。全部終わっちゃったか。守るように置きたいけどもうねついかな、防衛的な感じで。それこそこれもうちょっと置いてさ、誘導させてみるか。一回誘導入ればね、続けると思うんで、その壊れたとしてもね、短期的には。でもバカみたいに行きます。バカが世界を救うと。これがゾンビをね、駆逐するわけです、これから。まあ、見ていてください。こうやって集まってくるんで、もう2倍、これで2倍なんだ。ほら、向かってきてます。こちら見てください、これ。壊れて消えたんですけども、一回ね、インプットされたらそれがね、継続されちゃうと。ちょっとこれはもっと防衛をすると思うんで、なんかこうね、つけたいね。もっと。つけとこうか。過剰防衛じゃないと多分ダメです、これは。よし、いきます。さあ来たるゾンビ、右から左から来てます銃が多すぎてエフェクトが辛そうですけど、いや、持たないか。これ絶対人間ならね、来れないと思うんですよ。どんだけいても。この数は。強化ゾンビは超えてくるね。あ、これいいね、このゾンビがね。まあ、前もやりましたけどね、一回ね。これだけ強いと。いや、無理だね。ゾンビ増えないんだけど、この状況だと。増えないんだけど、減らないと。いや、詰まってきて、これ以上耐えたわけですかね。
形を耐えたとしまして、この辺の入り口を守れればねいいんだけど、これ何も倒せないまあでもいる場合特にそうだけど倒せないね。強すぎるこれは強いぞ。まあ、耐久値がお化けなんでゾンビのね、それが特に勝ちづらさを演出しています。まあ、人間も特に無理だしね、こいつらも無理と。ワンチャン経験値になってんじゃないかな、攻撃を受けたりするからね10人いるけど、絶望の10人でしょこれはね。例えばなんか足止めとかもできるけど、まあ意味ないか。あ、これ狂うんだよね、ゾンビって狂うっけ。やってみようか。唯一助ける手がつせばこのね狂乱かもしれないなと。あ、狂乱は効くんだね。であれば最後の手、狂乱ゾンビ作戦。バイオムの侵食が遅すぎるんで狂乱のとこ作るまでいかないから、でも作ります、無理やりね。同士打ちを狙おう。これでてないというか全然ビビってないというか、あれここそうだよね、狂乱になるやつだよね。同士打ち感皆無です。建国されてるらしいけど、あれないか、ここら辺でやってんだ。あーなるほどね、作ったりしてるけど無理だよと。満面なく更新させようかな。あれいたら来るんじゃないのここって、体制的な問題かな。全く聞いてないですね。このゾンビはもう最強だね最強であると。